はい、こんにちは、トレンディエースチャンネル西崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は久しぶりにコリンさんに来ていただきました。来ました。よろしくお願いします。久しぶりやね。めっちゃ久しぶりです ね。何しとった仕事せいや。で、今日は何、今日は西崎さんに対決してもらいたい相手を呼んでいます。お、誰。中学1年生です。中1。はい。絶対舐めてるやろな。ついそこの間までランドセルしてたよね。ね、その子と対決しようとか。ちょっと勝ってほしいなと思って。いや、俺が勝てないから。なかなか。そう、中学1年生を、ね、ただの中1ではないです。何何、超スーパー中学1年生です。ちょっと呼んでみよう。呼んでみようか。呼んでみよう、呼んでみよう。はい、じゃあゆうまくん、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。かわいい。じゃあね、ゴルフ歴はどれぐらい。7年。はい、ということは今中学1年生でしょ。ね、その間にいろんな試合も出てるの。はい、成績はどんな感じなの。ただ千葉県優勝が、千葉県優勝数えられないです。あ、数えられない。ちょっとコリンちゃん、ちょっと、はい、言ってあげて。千葉県優勝、関東優勝、日本優勝、世界にも優勝、しかも5回もしてます。ちょっと待って世界で5回勝ってんの。今中1ですけど、通算優勝回数273回、うん、してます。優勝。うわ、ちょっと待って、もうジャンボさん超えてるやん。すごいことやん。273ってありえない数字やん。もうゴルフって簡単。いや、簡単って思うときもある。おめっちゃ難しいんだけど、ゴルフ。うちのスタッフみんなこんなって。じゃあ、まあ今日はまあその世界で5回勝ったことを俺が対戦するわけね。はい。勝てるわけねえじゃん。今日はスクラッチってホールマッチで対決してもらいます。いやいや、だから簡単に流すなよ。え、どっから打つの普段は。いろんなところから、うん、打つの。じゃあ今日は何、ハンディとして前から打ってとかいらない。同じ場所でいいの。はい、舐められてる。平均飛距離ってどれぐらいだろう今。230ぐらい。230飛ぶの。変わらへんやん。分かりました。お前ら負けた。あ、やっぱり飛ばし方ってあるんだろうな、この体で230飛ぶっていうのは。そこら辺もちょっとね、今日探っていった方がいい。はい、いろいろ探って、うん、強さを出ていけたらと思います。イーグルを取ったら、焼肉缶の食事券をプレゼント、協賛という形で。お肉いっぱい食べれるの。頑張ってイーグル狙ってね。缶さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、ベルセルバーカントリークラブの松、やったことある。あります。ある。あら、一回あるの。なかったらハンディになるかなと思ったけど、ハンのかよ。ということで今日、まあ6ホール、5ホールで終わるかもしれないけども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは1番ホール、516ヤードのパー5からいきたいと思います。お、まずはゲストだね。はい、ゲストの、ゆうまくんから言ってもらいましょうかね。はい、意気込みは。そうだよ。こんなおっさんに負けたんだよ。でもこれが世界行く人間がさ、やバッチプレー一番最初は西崎やったってすごいことだよ。そう、確かに。初めてのもうそれだけ俺自分で思うとこ。勝とうが負けは関係ない。ということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。ナイス。ビビったか。質問していいですか。いいよ。すごい、私気になるのが、普段どれぐらい練習してるんですか。練習場だと400球ぐらい打つの。毎日。いや、毎、あのゴルフ場に引っ越してきたんですよ。近くのゴルフ場の隣にもう家、4年前に引っ越してきて、へー、
で学校終わったら毎日そこでハーフラウンドしてスコアが悪いと練習場に行く感じですね。だから週何回練習場に行くっていうのはその時の、うん、そうですね。ナイス。よし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 、無難にいっとるぞ。うお、どうですか調子は。やばいです。上げていきましょう。ここに入れたのがなんかショックっていう一日になりそうだから、大人げないよ。だんだん伊崎さん大人げなくなってバカ野郎。プレッシャーかけようじゃ一緒に。大人げないね。大人げないね。ナイスバディです。はい、1番ホールが終わりました。はい、結果は水崎さんが勝利ということで、ワンアップね。はい、ワンアップです。ごめんな。ないやでもね、あの層つけて2パットやっぱりそこら辺はさすがだよね。うん、すごい難しいライだった。3打目引っ掛けた、3打目引っ掛けた、ね、俺ドライバースプーンアプローチパター全部良かった。完璧でした。それでナイスバディ。はい、ということで、すいません。大人げないですけども、ワンアップさせていただきました。はい、ということで、2番ホール。はい、2番ホール行きたいと思います。はい、短いミドル。292ヤードのミドルです。パー4ね。はい、ここは取れるよ。頑張ったら。ということで、このホールは私からですかね。はい、お願いします。はい、内緒です。おお、わあ、ナイスショー。まっすぐ。内緒。得意のクラブ聞きたい。得意の番手は何ですか。全部だよ。得意苦手ない。いや、まあ、あんまない。そうでしょ。世界273勝してる男よ。ね、世界5回取ってる男よ。どういう練習するの。どういう3連続自分が持っているところに行くまで。納得するボールが3球連続いったら変えるって感じ。はい、それね、あの俺らの世界もそうなの。へ、自分が納得したボールが行くか行かないか全然違ってくるから。うん、ただ単に惰性で、はい投げた、はいオッケー、はい次ねとか、そういうのに言ってたから、思い通りに打ったら、そうそう、だからいい練習してるって。で、俺なんで上から目線で言ってるそういう練習ができない。いや、で、だからゴルフって基本誰に習ってんの。コーチは、うん、いや、いない。いないの。すごくない。嘘、コーチいない。うわ、すっげー。教科書は何。あの本とかビデオとか。あんま見ない。見ないんだ。それすごいな。誰で270勝できるの。いや、そこはそこはね、ね、ゆまくん、そこは嘘でもお父さんですとか言って。そしたら、そしたら上がるんだよ株が。
負けねえな、おい。ナイスバーディーです。バーディーバーディーです。2番ホール、なんと西崎さんが連続バーディー取りました。珍しいよ。ツーアップです。オッケー、大人げないよ、ツーアップ。バーディーバーディーです。やっぱりね、今日ね、中学生相手やから俺手抜こうと思ったんだけど、いや、これはいかん、真剣に俺はガチで戦うんだと思って、ちょっと気合い入れました。気合い入ってますね。ゆうまくん、どうですか？思ったよりうまいです。大人げない、ね、え、嘘、はい、大人げない入りました。急に優しくなるから大丈夫よ。ということで、この3番ホールいきましょうか。はい、続いて3番ホールは316ヤードのパー4です。ここもちょっと比較的距離短いね。うん、短いですね。うん、ここはちょっと真ん中に木があるんで、あの木の右か左かによってまた変わってくるよ。うん、ああ、ということで、はい、頑張ってください。私からまたやらせていただきます。はい、よいしょー。あ、あんまりちょっと右行くな、木が邪魔になる。中入っちゃったの、ナイスオンじゃない。ナイスどうした？バンカーは得意？バンカーは普通。苦手です。バンカー普通って言いたい。この間女子プロマル見た、最後バンカーチップイン、いい、あの曲皆さん見た、すごくないですか？すごかった、入ったの、やばかった。だから片や同じようなバンカーとこられて、そっから乗せて、うん、ワンパット入らずに結局パーや。そこで2打変わったからね。同じ優勝争いして。あれすごかった。でも二十歳だから。12か。で、今度13になるんだよね。あと7年後もあれの世界でやってんだよ。この映像貴重にしといてくれよ。でかいなぁ。ニヤッとしました。今日一番ニコニコしてた。それは無理だろ。あ、これは無理やで。おぉ、ナイス。仕方ねえな、これは。あら、出ちゃった。うわぁ、クソ、狙いに行ったのに。ナイス。ということで3ホール目が終わりました。はい、結果はゆうまくんの勝利です。おめでとうございます。いやー、はい、多分納得いってないと思う、うん、ね、はい、一応、まあ、あの短い距離でパーだったから、うん、多分ね、バーディー取れるっていう計算だったと思うんだけど、俺が自滅したね。でした。でも3ホール渡してんね、まだ今ワンアップ、まだワンアップだね。はい、なんとか逃げ切るぞ。容赦せんよ。今くんだったら先に行く。あ、このここか、間かな、ここ間が出るからで全然。